どうもナオチンです。海賊無双4やっていきます。よろしくお願いします。さあ、昨日アップデートファイルが来まして、不具合の修正が行われたようです。おそらくボスが出なかった不具合、あれが修正されたんではないでしょうか。ちょっと見てみましょう。それでは初期回路でちょっとやっていきましょうか。 OK、 HP は減らさずにいきます。おい、強き者よ。世界最強の格闘。一発でもダメージ受ければ20%ぐらい確か攻撃力が上がるので大丈夫でしょう。元々の能力がね、もう昔とは段違いなんでいいでしょう。でフォルムチェンジして急ぎます。おお、いい感じだったんじゃない。我が名ジュラキュールミホーク。最強の座を発する者のみ俺に挑め。いいぞ。待て、ローが倒してない。どうどこ、いた。その程度で俺に挑もうと思った。よし、このまんま。ちょっと待って、場所がわからん。あ、わかったわかった。ミホークをぶっ飛ばしに行きましょう。よし、逃げい。いいね、ミホークを倒した。で、バギーで、この3対象のところあたりから敵が出なかったりするんだよね。ちょっと戻ります。どうでしょうか、仕切り直す必要があるか。不具合は修正されているのか。どうやら甘く、早く出てきてくれ。よし、 OK。 どうだ。あ、出てるね。よっしゃ、いい。おお、いいね。はい、OK。 いきましょう。で、次は4号のところで、ビッグマムが出てるかどうかだよね。あそこもすごい出にくかったんで。いいね、めちゃくちゃ強えわ。よいしょ。何人でもかかってくるがいい。すごいね、起死回生が若干入ってるってだけでものすげえ強え。うん、アップデート後のカイドウ初めて使ったかもしれない。強さが全然変わったね。よし、 OK。 やってくれたな。正義は滅びんぞ。どうだ、すぐに出てきてくれればいいけど、ちょっと変身するのは早かった。ギフターズと大佐に。まあいいでしょう。来い、出るか。出るね。いいぞ。そうだ、若造。よし、両方倒した。ちょっと待って、こっちじゃない、こっちじゃない、こっちじゃない。すっごい見にくい。 OK。 よし、 OK。 ジャックは倒したでしょう。で、カイドウもおしまい。どこだ。俺を駆けつけられるならやってみろ。いけ。あー、もうここはティーチ倒してから元に戻るね。まあいいでしょう。もうやっぱね、この感じがいい。よし、この一気にいける感じがね。危ない。ちょ、サボたちがまだやろ。この爪は決して折れない。もう奇跡。サボどこいる。じゃないよ。よし、 OK。 ヘイ、
ち、こっちか。ちょっと分かりにくくなるんだけど、行くか。行きましょう。期待させやがって。出てきた時に変身して、いやもうすでに変身しとこう。で炎は降らせときましょう。無理だったか。ちょっと間に合わなかった。まあいいや、いきます。すげー、いいね。決着をつけようじゃねえよ。誰倒した？戦国？でミホークでサボを倒したい。このままでは被害は拡大する。よし、シャンク倒した。で最後サボ、あ倒した。なんか倒した。はい、敵はね、すぐ出てくるようになってます。まあまあ1回しかやってないけども、多分確実かと思います。だいぶやりやすくなりましたね。5分16、ちょっと遅かったな。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。